落合ヘッドコーチ、根尾の最終登板について語る。根尾は〇〇だよ。根尾の最終登板。根尾投手は東京ドームでの今季最終戦で登板することが判明した。落合は前回登板で根尾に勝ちをつけられなかったことに対して挽回を誓う。根尾には今季の最後らしいピッチングをしてほしい。背伸びはせず、自分の力を 100% 出してくれ。キャンプにも投手として参加して、来季はローテ入りできる選手になってくれよ。と号に対して堂々と渡り合ってくれ。根尾の勢いは去年から伸び始めてる。まだまだ上を目指せ。注目の一戦だな。ここで活躍すれば、立浪監督も来季のローテに入れてくれる。もちろん打つ方でも期待やな。根尾は打てるピッチャーだからな。大谷みたいに二刀流いけるぞ。彼がドラ1で中日に入った時は、すごい奴が来たと思った。それは今でも同じだよ、君はスターだ。未だ見せてやれねえ、アキラ。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。